は田市は埼玉県の中東部に位置する市。人口は約6万2千人。旧南埼玉郡。かつては、連の字は二点侵入の表記を用いていたが、2011年に一般的な一点侵入の表記に改めた。埼玉県の東大部に位置し、東南部を埼玉市と接する。大宮大地の一部である、市内中央のは田大地と東部の白岡大地。 その間を流れる元荒川及び西から南の境を流れる綾瀬川周辺の定地からなる。JR 宇都宮線及び東北自動車道が市内を縦断する。高度経済成長期以降にかつて水田、森林等であった元荒川周辺の定地を中心に宅地造成が行われ首都圏のベッドタウンとなっているが市内北西部や東部には 田園や自然が多く残されている。主な工場は、蓮田サービスエリア付近に集中している。市内を、国道122号と埼玉県道3号埼玉、栗橋線が縦断、市内の関山、ウルードにて交差する。埼玉県道3号埼玉栗橋線と交差する、国道122号蓮田岩月バイパスは、 計画決定から38年を経て2006年6月11日に開通した、ハスダの地名発祥由来の地であるレンゲインミダドー約3万年前から人が住んでいたと言われており、市内には多くの貝塚、住居跡等の遺跡が残されている。また、市内の高台を中心に中世の武士城館跡が残るなど人々の暮らしの跡が見られる。江戸時代においては、 市内域はほぼ岩月半量であり、荒川の付け替えにより、元荒川の水量が減少したことや見沼、大洋水の開通に伴い新田の開発が盛んに行われた。明治時代に入り、鉄道が開通し、蓮田駅機が開業したことにより、同駅を中心に市街地が形成されていった。総人口は1999年の6万5千人をピークに、 都心回帰の影響で減少傾向にある。蓮田氏は南埼玉郡白岡町、南埼玉郡省部長との合併を目指し、新市名を綾野氏とする予定であったが、2005年2月2日の住民投票において、蓮田氏と南埼玉郡省部長で反対が過半数を占めたことにより合併は白紙撤回された。その後、南埼玉郡白岡町は、久喜市、 北勝鹿郡栗橋町、北勝鹿和志宮町、南埼玉郡商部町との合併協議に参加するが、2007年12月6日に離脱した。は田氏は、新合併とクレ法の期限である2010年3月31日までに、南埼玉郡白岡町との合併を目指すことを、決め合併協議会を設置し、2008年9月25日に新氏名を 白岡はすだしとすることを決め、新市の事務所は当面は、はすだ市役所とすることとした。また、同年10月22日に合併期日は2010年3月22日と決定した。しかし、2009年5月に、南埼玉郡白岡町の町民移行調査結果で、合併に反対、新町の意見が約7割を占めた。そのため、白岡町が、 合併協議会から離脱し、事実上の白紙撤回となった。2015年4月12日に行われた県議選から選挙区の名前が東第6区から東第5区に変更された。2016年1月時点での平均年齢は47.4歳で、埼玉県63市町村の中では若い順で44位である。 高齢化率は29.7%であり、埼玉県の市の中で、秩父市に次ぎ2番目に高い。市外局番は市内全域048。市内局番が 6XX、7XX、8XX の地域との通話は、市内通話料金で利用可能。収容局は、蓮田局、埼玉平野局、七 x x から始まる。 市内局番は、は田市と同じ NTT 東日本岩月、営業所管内に属する埼玉市岩月区のほか、上尾市、桶川市、北足郡群稲町、春日部市で使用されている。郵便番号は、市内全域が349から 01XX である。タクシーの営業区域は、県南東部交通圏で、春日部市、草加市、越谷市、 久喜市、八潮市などと同じエリアとなっている。ありがとうございます。